はいこんにちはレトスノーノです3月24日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますもっと勉強しておけばよかったという話はよく聞くけれども勉強して後悔したという話は聞きません私自身、えー、めっちゃ勉強したにもかかわらず大学受験に一度失敗しています でもその時勉強しなければよかったとは思わなかったんですね今でも大学には落ちたけれども一度落ちたけれども勉強してよかったと思ってますでもう落ちた原因っていうのは、まあ、勉強の方法が悪かったっていう話なんですけれどもこのことが分かったことも一つプラスですしその後その原因を克服して、まあ、大学にも無事合格しましたで達見でもそれを生かして1回で合格しています 勉強したことで損をしたってことはないですし後悔もありませんで周りの友人でも勉強したことで後悔したっていう話は聞きません一方勉強しないで後悔している方は非常にたくさんいます試験が終わった後に私に来るメールでも落ちた方の半数がもっと勉強しておけばよかったという内容です私の母は小さい頃から勉強してこなかったんですね今でもそのことを後悔しているって言ってます 後悔しないためにも今からしっかり勉強していきましょう。まだ試験まで7ヶ月ありますんで大丈夫です。それでは問題に入ります。A は B 所有の高土地を売り渡す代理権は有していないにもかかわらず、C と高土地の売買契約を締結した。B が C に対し、A は高土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、 A に高土地を売り渡す具体的な代理権はないことを C が過失により知らなかったときは BC 間の本件売買契約は有効となるルか×かという問題です一度問題考えたい方は動画ストップしていただいて動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいまず問題文の状況としては B が本人 A が無権代理人 C が相手方という状況なんですね B 本人、A が無権代理人、C が相手方という状況なんですね。で、B が C に対して、A は高土地の売却に関する代理人であると表示していたと書いてありますね。B が C に対して、この A さんは代理人ですよって言っていたと。でも実際 A さんはこれ無権代理人なんですよね。で、無権代理人であることを C さんは過失により知らなかったって書いてあるんですよね。過失により知らなかった。 つまり C さんは有過失ですよね。過失があるという状況です。で、質問内容は BC 間の本件売買契約は有効となる、丸か罰かという内容なんですよ。で、ちょっと問題文の理解については、えっと、ちょっと個別指導でお伝えする流れになるんですけれども、売買契約が有効となるかどうかについては、ここの文ですね。A は高土地の売却に関する代理人であると表示をしていた。 これ代理権授与の表示という内容で、これ表見代理の一つのパターンを表しているんですね。だからここのキーワードからこれ表見代理の話だ。表見代理の内容を使えば、ルールを使えば、これ解けるんじゃないかと考えて、表見代理の場合っていうのは、相手方が善意無可失の場合に表見代理が成立するんですね。で、表見代理が成立すると契約が有効になるっていう流れになるんですよ。 で今回 C は過失により知らなかったということなので、有過失ですよね。有過失。ってことは、相手方は全員無過失ではないわけなので、表見代理は成立しない。表見代理が成立しないから BC 間の契約は有効ではないという流れになります。だから答えはバツなんですねで。まず覚える部分で言うと、表見代理が成立する要件として、相手方は全員無過失。このルールはまあ覚えなきゃいけないんですよ。だからこれは覚えてください。ただ、 これは単に答えを覚えるだけじゃダメなんですね。つまり、まあ、ここ、ここだけ覚えてもダメなんですよ。ちゃんと、表現代理というものを理解する必要があるんですね。で、理解ができたら、類題も解けるようになるんです。つまり、表現代理のいろんな問題が解けるようになるんですね。ただ、ちょっと今回はそこまでちょっとお伝えすると、長くなりますので、まあ、この問題の具体的な解説については、ちょっと個別指導の塾さんのみ、お伝えいたします。では、問い2に入ります。 信託業法第3条の免許を受けた信託、えー、会社で、えー、宅地建物取引業を営む者は、国土交通大臣の免許を受けた,、えー、た宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届け出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある、丸か×かという問題です。えー、答えは、これ×ですね。 まあこれは営業補助金の問題というよりは免許の用否の問題かなと思います、まあ、そもそも信託会社っていうのは国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を適法に営むことができるんですねでこれっていうのはそもそも信託会社っていうのは免許のルールが適用されないんですよ宅建業法の免許のルールが適用されませんよって免許を取り消されるってこともないんですねだから誤りというふうになります まあ、きちんと理解をしていれば答え導けるんじゃないのかなと思います。で、問い3ですね。商業地域内で、かつ防火地域内にある対価建築物については、容石率の制限は適用されない。丸るかツかという問題です。でこれ答えツですね。今回容石率ってなっているのが誤りで、憲兵率にすれば正しい問題文になります。ちなみに、商業地域の憲兵率っていくつでしょうか これ80%ですね、これはもう頭に入れておいてください。ぺい率80%ということは、100平米の土地があれば、建築面積80平米の建物を建てることができるということなんですね。で、今回、商業地域内で、かつ防火地域内にある大火建築物については、もともと憲兵率は80%なんですけども、それが制限がなくなるんですね、まあ、つまりま100%になると、まあ、いったイメージです。 まあ、つまり、敷地いっぱいまで建物を建てることができるんだっていう風に、えー、頭でイメージしていただければと思います。今日もいろいろ理解しなければいけない部分、えー、あったんですけども、この無料の動画ではですね、そこまですいません、お伝えできていませんので、ちゃんと理解をして点数を上げたいという方はですね、ぜひ、えー、個別指導をご検討ください。理解しないとやっぱりですね、どれだけ勉強しても、過去問の点数は上がるけれども、えー、本試験の点数は上がらないという風になりますので、えー、ちょっともったいないですよね。やったけれども、結局、合格できなかったって、最終的 になっちゃうんですよ過去問の点数は上がりますよ40点とか45点取れるようになるんですけども本試験でで、えー、取れななかったら意味ないですよねで多くの方が過去問の点数が40点以上取れるようになって実力がついたと勘違いしてしまって本試験迎えて、えー、30点そこそこで、えー、落ちちゃうという,う方がもうほとんどなんでもうそうならないためにも是非ですね理解学習を実践していただきたいと思います個別指導の動画については左上の動画から是非ご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました 卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう